人類が抱えるエネルギー問題、さまざまな再生可能エネルギーの利用が始まっていますが、いまだ決定的な解決手段は登場していません。そんな中、今植物が行うある化学反応が注目されています。自然が行ってきた光合成、そういうものを我々人類がもっともっと使わない手はない。この光合成を人工的に再現して人類に有益なエネルギーを作り出す試みが人工光合成という技術です。植物の光合成に必要なものは水と二酸化炭素、そして太陽光です。人工光合成もこのありふれた材料からエネルギーを作ることができます。非常に効率いいものができればですね、基本的にタダで燃料ができる。実用化に向けた競争が世界的にスタートした夢の技術、人工光合成の最前線に迫ります。2011年9月、トヨタ中央研究所が世界で初めて植物と同じ材料で行う人工光合成に成功しました。実験で使用されたのは水と二酸化炭素。この材料に太陽光と同じ光を当てると水と二酸化炭素から偽酸という有機物が合成されたのです。今までの技術では CO2 二酸化炭素と水からそういったものを作ることができませんでしたので、我々の技術は非常に大きなブレイクスルーになっていると。ではどのような方法で人工光合成を行っているのでしょうか。それは光触媒を使った方法です。触媒とは特定の化学反応を促進する物質です。この光触媒は光エネルギーを化学反応に利用します。本来水と二酸化炭素に太陽光を当てても何も起こりません。しかしその間に光触媒が入ると光合成のような反応を起こすことができるのです。二酸化炭素を偽酸に変換するという技術は、これは二酸化炭素という分子の中にエネルギーを溜め込む技術であります。太陽光エネルギーを偽酸の中に溜め込んでいるということが言えるのではないかというふうに考えています。植物が行う光合成では、水と二酸化炭素と太陽光を使ってデンプンが作られます。この反応の本質は光のエネルギーをデンプンという形で保存している点です。つまり人工光合成も光のエネルギーを化学エネルギーとして保存する技術と言えるのです。太陽が放つ光のエネルギーは膨大です。この光エネルギーを人類が利用できる形に変換する技術が人工光合成なのです。では太陽光発電とどのような違いがあるのでしょうか。太陽光発電では電気が作られます。しかし電気を保存するためには蓄電する技術が必要です。一方人工光合成では化学物質が作られます。取り扱いが容易で保存しやすい点が大きな利点です。この技術はですね、将来的には、今問題となっております、代替エネルギーの問題を解決できる、一つの手段というふうに考えております。
早稲田大学で光合成の研究を続ける園池教授は、そもそも我々の生活は太陽光から生まれたエネルギーに支えられていると言います。月でもかなりあれしてますよね。宇宙空間に浮かぶ地球にとって究極的なエネルギー供給源は太陽だけです。太陽の光はまず植物によって取り込まれます。その植物を動物が食べ、人間は植物や動物を食べることでエネルギーを得ています。で、その意味でほとんどの地球上の生物っていうのは光合成に依存して生きているっていうことが一つ言えると思います。さらに光合成は太陽光と二酸化炭素を使って現代社会を支えるあるエネルギーを作り出しました。今から数億年前の海で太陽光と二酸化炭素を使って光合成を行う微生物が大量発生しました。この微生物の死骸が地下に溜まったものが石油や石炭などの化石資源になったと考えられています。つまり石油や石炭に含まれているエネルギーも元をたどれば太陽光のエネルギーにたどり着くのです。光合成によって二酸化炭素が有機物に固定された過去のエネルギーの缶詰みたいなものが石油とか石炭であって、光合成による光のエネルギーというものが詰まっているというふうに考えていいんじゃないかと思います。現代の私たちの生活は気づかないうちに光合成の恩恵を受けていたのです。エネルギー的に全生物を支えているっていう点、それからもう一つは地球環境を現在のように変えてきたという二つの大きな点で、光合成っていうのはもう地球全体を変えてきたと言っていいんじゃないかと思います。地球に降り注ぐ太陽光からエネルギーを生み出す光合成、植物の葉緑体はどのように光エネルギーを利用しているのでしょうか。葉緑体の内部には酵素というタンパク質があります。この酵素の中にある小さな触媒がまず光エネルギーを使って水を分解します。光合成の中で非常に重要な役割を果たしているのは水です。水を酸素に変えるということができると、光合成が動くわけですね。植物は光を受けるとまず水を分解し酸素を放出します。ところがこの時水を分解する触媒がどのような分子構造をしているのかはこれまで分かっていませんでした。2011年5月大阪市立大学の神谷教授の研究グループがその構造を世界で初めて解明しました。明らかになった触媒の分子構造は光合成を人工的に実現するための設計図ともいえます。次は人工光合成ということを意識しているわけですが、それを進めるために必要な情報、まさしく設計図ですけど、非常に効率よくそういう働きをするものを人工的に作ることができるようになる、それが設計図っていう意味ですね。触媒の構造を知るためには原子レベルの小さな世界を見る必要がありました。それは1ナノメートルより小さな世界です。それを可能にしたのがスプリング8と呼ばれる施設です。スプリング8は日本一強力な X 線を放つことができる加速器です。小さいですが PSU の結晶が葉緑体に含まれる酵素に X 線を当てることで、これまで誰も見たことがなかった触媒の構造を突き止めることができたのです。これが水を分解する触媒の構造です。よく見ると壊れかかった椅子の形に似ています。
まさにその歪んだ椅子、少し壊れかけてるような椅子のその構造の中に水から酸素を作る触媒の一番大事な部分、エッセンスが入ってるだろうというふうに、まあ、我々としては考えています。神谷教授はこの触媒の設計図をもとに人工光合成の技術を確立し、メタノールを作り出すことを計画しています。メタノールがもしも人工光合成で実現できれば、いわゆる燃料問題ですねは解決できる可能性、車も動きますよ、燃料も、もう十分に供給できますよっていうようなことになるわけですね。今世界各地で人工光合成技術の実用化を目指した研究がスタートしています。共通する研究のコンセプトはソーラーフューエルズ、つまり太陽光から直接燃料を作ることが大きな課題になっているのです。世界的な研究競争の中、大阪大学の福住教授が新たな燃料開発の可能性を切り開きました。どうぞ曲げて。福住研究室では人工光合成に必要なさまざまな材料を開発しています。自然界の仕組みは理解しながら、じゃあもっと効率的にもっと簡単にできないかということは十分あり得るわけですから、それがまあケミストリーとしてのチャレンジだと。植物は太陽光から吸収したエネルギーを一時的に維持し、光合成の反応に利用しています。久住教授はこの光を受け取る能力で植物を超える新材料を開発しました。植物の葉緑体は光を受けてエネルギーの高くなった状態を1秒間しか保つことができません。そこで開発されたのが、より長く高いエネルギーを維持できる材料です。この材料に光を当てると色が変わります。光を吸収してエネルギーが高くなった状態です。この新材料は植物では1秒だったエネルギーの維持時間を約4分まで伸ばすことに成功しました。さらに植物より4倍も大きなエネルギーを維持することができます。これにより植物の光合成ではできない大きな化学反応を起こすことができるのです。パーツパーツのところは天然のものを超えるものがどんどん今できつつあると。でそれを最終的に融合させるっていうところは、それは十分可能であると。今久住教授は新材料と触媒を組み合わせた新たな燃料開発を目指しています。それは水から作る夢の燃料です。要するに水と空気から過酸化水素にすると、これは過酸化水素はもうこれ燃料ですから、それがもし非常に効率いいものができればですね、基本的にタダで燃料ができると。現在過酸化水素が燃料として普及していないのは価格が高いためです。しかし水と空気から作られるようになれば価格の問題は解決します。過酸化水素っていうのは非常に今需要が高まってます。原料としても有望ですし、燃料としても使える。でもう一つは燃料電池の原料になって電気エネルギーに変換できると。でこれだともう完全に再生可能エネルギーの循環になるわけで、それは過酸化水素がもっと安くなればそれは可能になるわけですね。太陽光によって作り出す夢の燃料。2010年にノーベル化学賞を受賞した根岸英一博士は、人工光合成によってさまざまなエネルギーを作ることができると言います。はるかにその天然のやってる光合成よりはですね、使い勝手がいい、使い道が広いと。
いろんなものができてくるということですね。今、人工光合成研究は植物をはるかに超える光合成を目指しているのです。科学者は今、植物が行う光合成を再現し、さらには植物を超える人工光合成を実用化することに挑戦しています。2010年にノーベル化学賞を受賞した根岸博士は、これからの人類の課題は有機化合物を生み出すことだと言います。燃料の元になっている石炭とか石油とか、そういうものみんな有機化合物なわけですね。そういうものがの量が不足してくると、それは間違いないことなんですと思います。人口が増えるにつれてですね。根岸博士はこの有機化合物を水と大気中の炭酸ガス、つまり二酸化炭素から作るべきだと言います。私は炭酸ガスを悪者にするという考え方は根本的に間違いだと思います。で、正しい考えは何かと言いますと、その炭酸ガスを使える有機化合物にですね、変換させると、そういう社会がこれからこの21世紀に望まれる社会だと思います。そのために必要なのが、太陽光を使って二酸化炭素を有機物に変換できる人工光合成の技術です。排出された炭酸ガスをですね、一旦木の葉っぱが吸い込むということではなしに、いきなりこれを化学の原料としてですね、リサイクルする必要があると考えているわけです。根岸博士は水素と一酸化炭素を人工光合成によって作り出すべきだと言います。一酸化炭素というのはもう、それと水素さえあれば、もろもろの有機化合物ができる。いや、私は原理的にできると思うんですね。で、その触媒をうまく見つけるということが重要だろうと思いますね。さまざまなエネルギーを生み出すことができる水素と一酸化炭素、これらの物質を作り出すことは可能なのでしょうか。東京理科大学の工藤教授は、太陽光を使って水素を作る研究を続けています。研究の鍵を握るのは光触媒です。究極的には水から水素を作ると、これが非常に重要な反応になっております。そのための光触媒材料開発は非常に重要な課題となっております。工藤教授は水素と酸素を作る2つの光触媒を使用します。これを鉄イオンを含んだ水に溶かし光を当てると、水の分解が始まり、驚くような勢いで泡が出ます。この泡が水を形作っていた水素と酸素です。電気分解によって水素を発生させるのは簡単ですが、光触媒は電気を使わず光だけで水素を作り出すことができます。光触媒のもう一つのメリットは、単純な粉状の物質であるということです。粉ということで非常に扱いやすい、簡単にできると。で、実際本当にその太陽光を使って水から水素を作るという工業的なプロセスが完成した場合ですね、やっぱりその簡便さっていうのは非常に重要なんですね。特には広い面積を使いますんで、簡便なシステムを組めるっていうのは重要です。例えば大規模に水素を発生させる場合、広いプールに光触媒を混ぜ、太陽光を当てるだけで水素を発生させることができるのです。基本としてはその水、粉、光だけですから、安く済むと思います、太陽光エネルギーを
人間が利用できるエネルギーにどのくらい変換できたかを表す太陽光変換効率という数値があります。現在太陽光発電の効率は約 15%。 それに対して水素を作り、そこからエネルギーを取り出した場合の効率は 0.2% です。工藤研究室では今後の10年間で効率を 5% にすることを目指しています。まあ、この分野まさに材料が見つかればポンと効率が上がる可能性がある、まあ、そういう逆に言えば、まあ、家具の面白さがあるんですけども、まあ、その材料開発にまさにかかっていると思います。で、そういう材料が見つかる可能性は十分あると考えております。水素を作る技術は蓄積されつつあります。では一酸化炭素はどうでしょうか。東京工業大学の石谷教授は光触媒を使って二酸化炭素から一酸化炭素を作る研究を続けています。二酸化炭素というのは、まあ、非常に安全な物質です。ただし逆に言うとそれだけ非常に安定な物質です。でこれを有用な物質に変換するときはものすごく高いエネルギーが必要です。で今それを太陽光を使ってやろうと。石谷教授が使うのも粉状の光触媒。この光触媒を溶かした溶液に二酸化炭素を注入します。そしてこの溶液に光を当てると溶液中に溶けた二酸化炭素が一酸化炭素に変換されるのです。光によって一酸化炭素を作り出すこの効率は現在世界一です。まだ光合成、本当に植物がやっている光合成にはかなわないんですけども、まあ、それに近づきつつあるというところだろうと思います。人工光合成によって水素と一酸化炭素を作る技術は進化を続けています。根岸博士は今後この2つの物質からさまざまなエネルギーを得る社会が実現されるだろうと言います。はるかにその天然のやってる光合成よりはですね、使い勝手がいい、使い道が広いと、いろんなものができてくるということですね。人工光合成によって一酸化炭素を作り出した石谷教授はある燃料を作ることを目指しています。まあ、できれば石油のような炭化水素というものを作ろうという考え方です。すでに確立された化学反応によって水素と一酸化炭素から石油を作り出せるのです。石油代替物質が作れるようになればですね、今まで通りのインフラストラクチャーを使ってですね、運ぶこともできますし、蓄えることもできますし、まあ、そこから例えば発電をすることもできます。でさらに化学原料としても使えるわけです。ですからこの技術は非常に有用なんじゃないかなというふうに思っています。まだ時間はかなりかかる技術ではありますけれども、日本の将来、まあ、世界の将来を考えればどうしても必要な技術じゃないかなというふうに考えます。人工光合成で石油を作り出す、これは究極のエネルギー製造法になるかもしれません。これがもしできるようになったらですね、それこそもうノーベル賞の2つ3つはですね、そこにあってしかるべきだろうと思いますね。必ずもし現実的に素晴らしいものができたら絶対そうなると思いますよ。現代社会が直面するエネルギーの問題、人工光合成はこの問題を解決できるのでしょうか。何しろ日本はもう資源がまあ非常に少ない国ですから、もうこういう技術を育てるというのは非常に日本としても重要なまあ課題かとまあ考えております。持続可能社会というのを実現するのは光合成であるっていう、もうこれはもう間違いないと思います。太陽エネルギーでちゃんと化学燃料を作ると、光合成をちゃんと自分の人間の手でやると、これは今光合成の産物を
もうすごい勢いで使ってる世代の責任だと。水と二酸化炭素と太陽光で様々なエネルギーを作り出す夢の技術、人工光合成の実用化を目指し、日本の科学者たちは挑戦を続けています。